よし、切って、あれはでかいぞ。食えよ、そこまで来たら食えって。よく振って、あ、けどめっちゃ餌食ってそうな。ほっこのバスもこんな感じでしたよね。プリプリリスタイル4インチギリギリどうにか2パックだけ買えたんで貴重な、超貴重な。多分この2パックなくなったらもう多分あと3、2.8 インチかあれしかなくなるっていうレベルの、でもね、まあ、連れてくれるんでありがたいかなと思います。じゃん、初使い。見えば発見、見えるかな、あのウィード付近。こっから足元のウィード切って、あれはでかいぞ。見切られる前に到着して投げたい。ホバースト効くんじゃないですか。餌を探してるような気もする。見た。向かってる。見失った。そっぽ向いたな。勢いよく来た。ギリギリで諦めた。ワカサギベイト行きましょうか。見失いそう。急いで。もうね、ジジルじゃなくワカサギ。競争で見切らせないっていう。よしよしよし、また行った。魚どこいる？来てたけど。フォーミュラ。いろいろ試す。
ほみろほみろジュブジュブにおお、これで釣れんかったら終わりよ。でこれあんまね近づきすぎたらねバスと目合っちゃうんで、ギリギリでどこに今いる、どこ行った、どこ行った、こんな離れる動きしてなかったんだけどな、どこ行った、見失って先来ちゃったのかな。トラップ失敗あれはどうやって食わせたらいいんだ失敗っていうか逃げたね。おった、来てる、食え、警戒してるもん。フォーミュラ。忘れてた。よく振って。あ。よし。ピッチピチに。これで食わんかったらもうダメやろっていうぐらいに。行ったな。はい、ちょっと、風も雨も降ってきたんで今日はこれで終了したいと思います。はい、そうですね、最後チェイスあったし、まあ、デカバス狙って楽しかったんで、はい、今日はいい一日となりました。また次、大きいサイズ釣りたいと思うんで、また次回もよろしくお願いします。ということで、よかったら
いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。